今日はポークソテーを作ってみます。まずニンニクをスライスしていきます。お肉の下処理をします。脂肪の部分は取っておきます。筋を切ります。これは塩コショウハーブをしています。それではお肉を焼いていきます。鍋にオリーブオイルを入れました。まずニンニクを入れます。さあ、ここにお肉を入れていきます。焦げ目がつくまで焼いていきます。もう一度塩コショウハーブをします。両面に焦げ目がついたら、蓋をして蒸し焼きにします。さあ、焼き上がりました。好みの塩加減にして味を整えます。お肉を持っておきましょう。彩りを良くするためにスナップエンドを炒めます。オリーブオイルです。そこにバターを入れました。エンドを投入します。塩コショウハーブを入れました。出来上がりです。お肉の横に添えます。もう一皿作ります。
フランスパンをカットして、トマトとバジルとオリーブオイルをあえたものを上に乗せ、その上からチーズを乗せ、焼いてみます。簡単ピザの出来上がり、どうでしょうか？